はい、伊藤崎美です。ですね、詐欺に騙されるのは悪なのかというね、その話の、続きというか、ちょっとまた思いついたことが、あったんですけども、その何が善で何が悪かっていうのは、時代ごとによって変わると思うんですね。それでそのやっぱりね、今情報化社会であるので、その情報化社会っていうのはそれまでの、社会とは違うから情報化社会というふうに言われるわけであって、そのようにして情報化社会というその、時代が変わると、善悪の、定義もね変わるんじゃないかと、善悪のあり方も変わるんじゃないかというふうにして、思うんですね。それでそのもう一回その原始時代に、遡って、考えるとですね、で原始時代っていうのはその生き延びて、子孫を残すのがまあ善なわけですよ。まあそのためにその生き物は生きているのでね。だから原始時代というよりもその生物一般の善悪ということに立ち返ってね、それで考えると、そのまず強いことが善であると、で優れていることが善であると、そのようにしてその天敵を打ち負かせて、そして餌を取って、それで子孫を繁栄すると。でまあその食べられる側の草食動物にしてもね、その逃げ足が速いとかね、それからその、敵からうまくこう逃れるような、認識能力を持っているとか、そういうその優れた、生物として、優れた性質を持つことが、まあ、すなわちその善なわけですよね。でその例えばその群れで行動する、生き物については、その病気をしたり怪我をしたり、した個体というのは、それはそのまあ言ってみれば悪として、群れから、見捨てられてしまうと。でまあその病気したり怪我したりね、あとまあ個体としてその認識能力が劣っていたりして、まあ死んでしまうと、子孫も残せないと、そういうことになれば、それは自分にとってもそれも悪なわけですね。でそこでその優れていること、強いことが、善であって、弱いこと、劣っていることが悪であると、そういうその善悪が成り立つ、それがまあ、原始時代だったわけですね。ところがその人間は動物とは違うんだと。でそのやっぱり弱い人っていうのはやっぱかわいそうっていうね、人間にはそのかわいそうだという気持ちがね、それはまあ犬や猫にも高等な動物にもそういう感情はあるんですけども、あるらしいんですけども、そのやっぱりかわいそうだという気持ちがあると。でそのかわいそうだという気持ちをその、満たすためにというかね、まあ、そこでその文明という技術が、登場するわけですね。でその、オルテガ、スペインの思想家の哲学者のオルテガによると、その人間というのはその荒野から脱出するために、囲いを作ったと、囲いを。でその中に逃げ込んだと。でそれが文明の始まりだと。でその文明というのは、まあ日本にいるとちょっと分かんないですけども、文明というのは基本的にはその城壁の中に町ができているという構造になっていて、それはまあ古代メソポタミアからまあそうなんですね。で中国も城壁を作って、その中に都市を作ると。でその中でその安全な暮らしをする、そうすると病気や怪我の要因になるね、その病原菌とか自然の脅威、あと天敵ですね、そういうものから、人間たちが身を守ることができると。そして農業をして、安定な食物供給をすると。でそこでその原始時代ではそのせいぜい百数十人の、群れで生活していたわけですね。でその群れ以上の数っていうのは、その自然の環境があまりにも過酷なので養うことはできないと。つまりその弱い人間は悪として、自然のその淘汰によって、処分されてしまうと。でその自然のその淘汰の力、淘汰圧ですね、淘汰圧力から、人間たち、その弱い人間を守るために、文明というのはできたと。だからそうそう、だから文明とは何かという、定義はその
弱い人間を、守るとそういうものでも、あるんですね。だからそこでその文明の中においてはその弱いことが即悪であるというふうには、言えなくなってきたと。で、むしろその、弱いということがね一つのその善であるというふうにして、倫理が出来上がってきたというのがそのキリスト教の価値観であると、そのようにニーチは指摘しているんですけども、それはまあ、文明の、本質でも、あるわけなんですね。だから今の我々の常識であってもその、私も体が、未熟児で生まれてますからね、未熟児で生まれた私はその、自然環境において悪ですよ。で原始時代においてはね、そんな未熟児で生まれた子供なんてさ、そのとっととほっぽらかして捨てちゃわないとその群れ全体のね存亡に関わると、それは悪であるから処分しろということになるわけなんですけども、その文明においてはその保育機というね技術が、発達して、それで私もこう生き延びることができたので、私はその弱者として弱い人間として文明の恩恵を、受けてるわけなんですけどね。ですからその弱いことが、悪であるというふうにしてこの文明においては基本的には、言えないということになるんですけども、しかしね、時代が変わってきた、今は情報化社会なんですね。でそうするとその、情報化社会っていうのは、情報を持ってる人と持ってない人の差がねものすごくね広いんですよね。だからその、端的に言ってその、パソコンやインターネットやらないそのおじいちゃんおばあちゃんとね、それとまあそういうものに詳しいその若い人では、情報に差があるんですね。で若い人の中でも意外とねパソコンやってないとかね、携帯やっててもその限られたものしかね、限られた、メディアしか見てない、例えばその LINE をやって友達と交流しかしてないみたいなような人と、いろいろ使いこなしてもとにかくいろいろと知ってる人とは情報の格差が違うと。あとその勉強ってやっぱりね今の時代ねその勉強する人と勉強しない人でねその経済格差がねすごく激しいっていうんですよね。でそれもその情報化社会の、あり方ではないかと思うんですけども、だからねさっきも君明先生企業コンサルタント企業コンサルタントの事業者向けYouTuber の君明先生の話聞いてたんですけども、やっぱりね今の時代はってことなんですよね。その、勉強しない社員と勉強する社員でも全然差がつくと、もう強調されておっしゃってたんですけども、多分ねこれね昔はねそのそうじゃなかったんですよ。昔っていうのはだから、僕が大学卒業したのが1990年でありまして、その頃はインターネットは一般的にはないんですよね。世の中にあったみたいなんですけども、それで、そうするとねその学校とにかく子供は誰でも勉強して、一応大学生までは勉強するわけなんですけども、卒業してからね勉強、する必要はね、もしかしたら昔は今ほどねなかったのかもしれない。なんかこう僕はちょっとその大学卒業してから勉強を始めた口なんですけども、そのどうも一般的な風潮としてその、とにかくその、ね、勉強は誰にとっても嫌なものでありまして、だからその学校卒業したらもう勉強なんかしなくていいんだっつってね、そういう人がもしかしたら多かったし、それで済んでたんじゃないかなと思うんですよ。情報化社会の以前でインターネットもない時代ですからね。ところがそのやっぱりインターネットの時代になるとこう状況が変わってきて、やっぱり一つはその時代がどんどん、変化していくわけですよね。でそれとそのやっぱり僕の時代まではまだ終身雇用みたいな感覚が、残ってたんですよね。だからその勉強ったってその仕事で覚える範囲の中にとどまっていて、それ以上の勉強っていうのはいらないというかね、そういうものではなかったかと思うんですけども、
とにかくその、そうなると、ですよ、その、情報化社会の善悪、新しい、時代の善悪はやっぱりね、その頭が勉強しないで、物知らないで頭悪くなってる人はやっぱりね、悪だと、ね、それが悪だというふうにして、実際的にね、なってきてるんですよ。だからその、まあ端的に言うとね、その勉強しない社員、その何も知らない社員、その、自分で気を利かして行動しないようなね、社員はまあ悪だと、いりませんと、ね、そういうふうにして、なってくると。だそうするとその、詐欺にね、会った、会うような人も、しかもその何度も同じような被害、詐欺被害に遭うような人も、それはね、あんたが勉強しなくて頭が悪いままでいるから、それがあんたが悪いんだってね、そういうふうに、なるんじゃないかと。もちろんね、そのね、頭が悪いからといってね、その、罰せられる、法律で罰せられることはないですよ。法律で罰せられるのはあくまでも、詐欺を働いた方で、被害に遭った方ではないですけども、やっぱりねその、まあ、本質的な善悪というかね、その時代に即した善悪でいうと、まあ、とにかくそのやっぱり勉強しないと、端的に言うと、詐欺の被害に、遭ってしまうと。結局その詐欺師もそのやっぱり情報化社会に乗って、こう新しいタイプの詐欺がどんどん出るわけですからね。だからその Facebook やってても、まあそのスパムがいっぱい来るわけですね。でやっぱりそのあんまりインターネットに疎いようなね、 Facebook 始めたばっかりみたいな方だと、それでいちいち反応してめんどくさいことになってしまうわけですね。でそうするとその、そういうところでその、新しい今の時代のこの善悪のあり方というのはね、生じているというふうにして、私は改めて思った次第であります。